新人総合の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も大東亜戦争の真実をお送りしていきたいと思います。講師は林千佳先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、前回はですね、盧溝橋事件と、それからもう一つ、名前が。張国鳳事件。張国鳳事件。ごめんなさい。それが頭に入ってない。張国鳳事件。まあ、つまり中国で起きた、はい、そういった事変と、ロシア対ソ連との、全然政府の対応が違ったと。真逆だったとね。はい。いうことで。やればできるじゃないかと。そうそうそう。お聞きしましたけども、はい、今日その続きを。そうですね。はい。お願いします。ちょっと画面に書いてなくて、恐縮だったんですけど、張国鳳は、張って、張るって字ね。はい。張本の張と、はい、それから鼓っていう字ですね。はい。で、峰ですね。張国鳳事件って言うんですけども、この時のその対応の違いというのは本当に鮮明でですね、外国人の記者が見てるわけですね。はい。ね。それで、イギリスの記者はね、こう報道してるんですね。日本軍では敵を撃退すべきだとかね、撃退すべしと。しかし、進撃すべからずと。はい。ね。という命令が厳重に守られたと。で、イギリスの記者はびっくりするわけですよ。で、シナ事変見てるから、はい、ね、進撃するなんて言うんですが、はい、ね、今の専守防衛みたいな、ね、全然違うと。よくも日本軍は隠忍自重したものだと、はい、そのぐらい海外の記者から見てね、うん、それからアメリカの記者も日本軍は何ら報復的手段に出なかったのに対して、はい、うん、ソ連は極めて積極的であったとバンバン攻めてくるんです、はい、ね、それでも守ったと。で、要するにこのキーワードに戻るんですが、拡大も不拡大も、扇の要にいた、近衛と風見らね、はい、しっかりともやり方を心得てて、その思うようにできたということですね。ということですね。うん、それで、やっぱりね、この、しっかりとした認識を持ってきた人たち、おかしいっていう発言を残してて、はい、例えば陸軍の正木甚三郎ね、うん、行動派の、はい、重鎮ね、行動派と言われる重鎮ね、はい、226に絡んだね。あの人は日記に残してるんですね。マザキ日記も私全部読みましたからね。また脱線しちゃうといけないけどね。はい、いや、すごいんですよ、日記の色。マザキも、前、鳩山日記の話もしたし、はい、有馬日記もしたし、風見日記もしたしね、うん。多分ね、私の日記読んだの全部積み重ねるとね、ちょっとオーバーかもしれないけど、このいろんな日記があって、この部屋の4分の1ぐらい、はい、埋まるかもしれない、ね。ものすごい、はい、ごめんなさいね。ちょっと僭越だけど、そうなんです。そういうの集大成お話してんだけども。はい、でね、正木さんは日記にね、盧溝橋で、やっぱり一緒。盧溝橋では、暗闇暗夜にね、うん、銃声が起きたということでね、だけで直ちに拡大したと。はい、ね、うん、暗闇でポンと撃たれただけでね。はい、今回の張国鳳の場合は、我が領土を爆撃されたんですよ。うん、大爆撃、はい。大爆撃された、はい。されてもこれに応戦しないと。どういうことだと。奮撃してるんですよ。はい、ね。将軍がね、うん。ということがあったのだけじゃなくて、もうこれ徹底的におかしいの。重光守るってことですよね。はい、大物政治家、はい。ね。あの人も私が尊敬する戦前戦長。あの人は戦後も活躍したけどね。はい、十数人の一人なんだけど、重光守さんは、中ソ日本大使だったの。ソ連に駐在した大使だったんですけど、はい、講師だったのけど、その人はね、打電したのすぐに。ね、すぐに奪還すべきだって。はい、ね、うん、非常に物が見えてて、日本の国益のことをしっかり考えてた重光さんね。大東亜会議を発案者ですよ。うん、はい、わかりますよ。ね、はい、で、戦後も活躍したね、はい。ね、そうそうそう。ね、で、重光さんが、うん、まず軍事的に奪回すべきで、はい、外交交渉はその後だって断念してるんですよ。重光さんがそこまで言うのね、彼はそんなにね、生き生きじゃないですからね。そう。はい。ね。うん。ね、おかしいって、隠忍自重するのはおかしいって。はい。だから、尖閣取られてさ、うん、さあ、ということで、尖閣取られてですね、はい。隠忍自重するのと一緒です。はい、そうですね。不拡大が不拡大だって言いますよ、はい、多分。うん。はい。ね、うん、あれ、EEZ に、はい、5発入っても、はい。ね。いかんだ。いかん方、はいはい、多分そうなるんでしょうね。ということですね。で、とにかくね、重光さんから見ても、張国鳳事件の解決方法は将来に禍根を残したということですね。で、当時の指揮者、だから大佐優和だと。近衛と風見がね、はい。という見方はやはり持ったってことなんですけども。で、この次の話ですけど、風見はね、こういうことがあっても、っていうか、
こういうことがあるからというか、この背景、ソ連という国について称賛をとにかく惜しまなかったと。仲間内ではね。はい。これで戦争末期ね、この話ですけどね、はい、ソ連に関する論文、ある論文を読んで、風見は、なぜソ連は強いかと。ね、なぜソ連は強いかってことを分析したんです、風見はね。で、それはですね、精神的な問題だって言ってた、まずね。で、ソ連は民主主義の結晶だと、はい、ね、この間言った、ここに書いてあるやつね、画像にあるやつ。という、だから強いんだと。うん、ね、という、でたらめね、幻想を風見は持ってるんですね。で、ソ連は、ソ連の対日侵攻を風見は非常に待ち望んでてね、中立条約関係ないと、はい、ね、そういう人が日本の閣僚をやってたとね、はい、いうことで、とにかく先進マルスよ、神さ、神ですよ、はい、羽ばたいてくれと、天高く羽ばたいてくれと、はい、昭和19年11月15日の日記に、うん、いずれは日ソ国境にね、はい、国境に天高くソ連という先進マルスが天高く舞い上がるだろうって書いてある。すごい。はい、昭和19年の11月ね。はあ、終戦のもう一年来てますね。うんうん、はい。で、はい、こういう閣僚がいると思う。うん。これ、番組で言い過ぎちゃいけないから。はい。閣僚、まあ、それら言い過ぎだとしたら少なくとも民主党政権には。はい。いましたでしょ。うん。いました。ね、いました。で、今もう、閣僚あるいは党幹部にいるかもしれないね。はい、どこの党とは言いませんけどね、うんうん。怖いことですね、はい。はい。ということですね。はい。そして、これと真逆の人ね。ちょっと私のことで僭越ですが、私は尊敬する日本人いっぱいいるんです。で、ほぼ全て戦前の、はい。神谷さんを除いて、ね、戦前の人なんですよ。なるほど。はい。で、いい？この話。いや、ちょっと最近脱線が続いてて申し訳ない。いいんですよ。申し訳ないですけどね。もうね、後半は脱線しまくりましょう。あ、いい？いいです、いいです。はい。ああ、もう、ますますこのギアかけちゃう。いやいや、行きましょう。はい。で、例えばですね、はい、まあ、この絵の関連と鳩山一郎ですね、はい、継承鳴らしてたね。で、平沼喜一郎さんも、武雄さんの、はい、おじいさんと言われるね、はいはい、よしらしいけどね、うん、尊敬してますしね。まあ、その話はずっと随分してますよね。はい。それから、松岡洋介。はい。彼もね、エキセントリックに、後の歴史では描かれているのは、はい、この絵と風見を貶めたからっていう面が非常に大きいと思うんだけどね。うん、はい、それから、重光守も非常にいいですよね、はい。はい。それからね、軍人であんまり戦後知られてないんですが、永田鉄山っているんですよ。はい、永田鉄山。はい、わかります。226の直前に、相沢っていう中尉かなんかに殺されてるんですね。はい、陸軍省のど真ん中でね、はい、建物の中でね。うん、永田鉄山というのも、これ、また後で話しますけど、非常に大局観があって、これ、陸軍が人材として育てたの。うん、その中枢の人材としてね、はい。で、嫌な意味のエリート教育じゃなくてね、うん、この永田鉄山って現場にはあんまり出てないんですが、常にね、2番だったんです。ほう、1番じゃないの。ほう、それで、同期の1番は常に梅津だったんだよ。おー、なるほど。梅津って参謀総長最後にやってね、はいはい、その前は満州にいたりね、はい、非常に彼もエリートで、それからいろんな大事な場面で、まあ、そんな役にね、うん、最後は水利号で調印した、はい、あ、そうでしたっけ、あの人の梅津参謀総長、あ、はいはいはい、帽子かぶって、はい、重光さんもその間に、はい、重光さんもいらっしゃいましたね、あの時は梅津さんが行かれてたんですね、うんうん、ごめんなさい、それ僕頭入ってなかったです、はい、永田鉄山の同期なんですよ、うん、で常にね、私はこういうことだと思うんですが、はい、非常に陸軍とまた今に伝えられるイメージと違って、はい、人間の育てるっていうことをですね、人物を育てることに非常に力を入れた。人は力なりっていうのはよく分かってた、はい、で。もちろん戦いは精神じゃなくて、総力戦だと、うん、はい。戦いは経済だっていうことを徹底的に教育したのも陸軍なんですよ。うん、はい、今に伝わられてることと真逆ですけどね。はい、それで、永田鉄山っていう人材に非常に期待したと同時に、育て方を間違えないように、中枢を歩ませたし、現場教育、現場にあんまり出させなかった。んだけど、本当の本質的なことを携わらせたんだけど、そうすると天狗になるじゃないですか、うん、普通、はい、それを抑えたの必ず1番なんですよ、はい、梅津が、うん、で必ず永田鉄山が2番なの、はい、ね、これで永田鉄山にとってはひょっとしたらそのこのクソとかこの野郎とかも気持ちも湧いたかもしれないけど、はい、そのいろんなポストも梅津の後任なんですよ、なるほど、全部ね、同期なのに、はいはい、うん、ね、だからそれはもう永田鉄山に天狗にならせないことだと思う。うん、荒っぽく言えばね、はい。
そういうような教育をした人材で、うん、やっぱりでも中枢を歩んで非常にあの真逆のことを伝えられてるけども、ね、あの満州に関する問題とか支那に問題する関する問題とか、あの真逆のその会議でこう発言したということが伝えられ、プロパガンダで伝えられてるんだけど、的確なやっぱ判断してるんですよ、はい、それが、うん、彼がだから生きてたら違ってたと思う、日本の歴史がね、はい、その彼がやっぱり殺されてるんだよ、うん、226の前の相沢事件でね、はい、で散々その殺した相沢ってのは煽られてるわけ、はい、相沢さんはその注意かなんかで対局感ないんだよ、うん、であの永田実談がどういう人かっていうのをあんまり知らないんですよ、はい、どういう戦略を持ってとか思想を持ってとか全然知らないの、うん、だけど玉坂相沢さんがどっかな、横浜の方かな横須賀の方かな、あの家に住んでんだけど、はい、広い家に割と広い木造の家屋に住んでんだけど、なんかあの三菱系の会社からもらった家じゃないかとか例えばね、はい、ちょっと正確じゃないんだけど、うん、そういう噂を流されて、はい、そういうのを信じてやったっていう面もあるらしくて、うん、なるほどね、で行動派全体が煽られたという見方もありますよね、はい、うん、226事件はもっと闇があるんじゃないかという問題的に前したと思いますけどね、はい、まあ、そういう永田鉄山とかね、はい、それから陸軍の将兵でもいっぱい優秀な人がいるんだけども、山下大将なんかも尊敬してますが、はい、石原莞爾ね、うん、何と言っても石原莞爾、はい、で石原莞爾の話をこれから詳しくしていくんですが、はい、石原莞爾ってどういう人って知らないけど知りたいなっていう人がいたら、あの忙しいと思いますから、まず読んでほしいのが彼が書いた世界最終戦争論って本なんですよ、はい、あ、ご存知ですよね、うん、知ってます、はい、これすごい本で、はい、もう読んだことないですけど書いて書かれたのは知ってます、はい、戦前ずいぶん前に書いた本だけども、はいはい、これからその世界の軍事情勢がどうなっていくか、そこに日本がどういうふうに位置づけられて戦略を立てていくべきかっていうんだけど、ちょっとだけそのすごいっていうことを言うと、これ、はい、先々はミサイル戦争だって言ってるんですよ、うん、で核戦争の打ち合いだと、はい、ね、でそういう時代になっていくと、そこまで日本は備えて、で最後ね、最後数十年後日米戦争はあり得るというような持ってき方ですね、うん、そうですね、そこまでは日本は力つけるべきだって書いてあるんですよね、そうそうそう、真珠なんか攻撃するんだってのも当たり前の話だよね、うん、ね、うん、という石原莞爾ですね、あと尊敬できる人シリーズはどこまで行ったっけな、ちょっと忘れちゃったからで石原莞爾の話ですね、うん、でここでつけたタイトルは達見の死ね、そういうものが見えてたと。でこの石原莞爾について、彼は石原莞爾殺されなかった、最後病気で終戦後かなり早く亡くなっちゃったんですけども、殺されなかったんだけども、近衛と風見はこの間も言いましたかね、すぐに支那事変北支事変を収束させようとした石原莞爾参謀本部第一部長への誹謗中傷激しくやったんですね、はい、で天皇にも昭和天皇にも石原莞爾っておかしいというのをいっぱいその残言入れてたから、はい、うん、昭和天皇も石原莞爾からあのご信仰を受けたこともあるんだけども、うん、その後その刷り込みでちょっと変なやつと思い出しちゃったんですよ ね、はい、確かに石原莞爾は天才肌で、うん、本質的なことをぐいぐい追求してて行動力はあるんだけど、いわゆる常識的な礼儀をわきまえてるところがあるんだ、やっぱりね、うん、そういうとこありますよね、野人ってね、はいはい、天才肌の人間でね、はい、まあ、ちょっとその典型的なとこがあって、うん、で226事件に対するその非常に処置も良かった、判断も良かったってことで参謀本部第一部長って中枢部ね、あ、それから満州国建国のね、はい、大功労者です、そうですね、で参謀本部第一部長っていう最中枢ですよね、でこのままいけば参謀本部次長とかね、あるいは陸軍大臣という可能性もあったんだけども、それを早くから潰してね、はい、で仲の悪い馬が合わねえだろう東条英機のところに、うん、移動させて、ね、はい、で案の定ぶつかってね、うん、これでもう左遷左遷で石原莞爾結局表舞台出ないで終わっちゃったの、はい、これが日本の悲劇の本質なんですけどね、この石原莞爾ですねの話をちょっとに入っていきたいと思いますね、はい、この北支事変始まり屋のところですね、はい、ちょっと詳しくいきますか、はい、前はざっとだからね、参謀本部第一部長作戦部長ね、最中枢ですね、である石原莞爾少佐ね、難しい字ですけどね、これ漢字と笑うっていう、はい、うん、笑顔がね非常にいい感じで、はい、漢字と笑うってこういう感じですね、いやいやいや、はい、北支事変が始まりは極めて重大だと、うん、すぐピンときたわけですね、はい、で数日にして和平に向けて近衛首相に蒋介石との直接会談を提言するんですね、うん、的確ですよね、はい、
的確ですよね。ね、うん。これに対して風見はね、官房長官の風見は、石原少将は少将だったのね。参謀本部の第一部長にして、はい、で、同少将にして北支における日支両軍の衝突事件が、岩畜する意義のいかに重大なるかを知ってると。はい。ね。そこまでいいんだけども、この絵がね、近衛首相が南京に飛んで蒋介石と直接交渉し、よってもって問題の解決を図るべしと要求してくると。はい。ここはね、ここから左翼のね、いやらしい論法が始まるんですよ。うん、ね。その前にね、はい。お前参謀本部の部長なんだから、支那駐屯軍の満州への交代の用意ある旨を政府に向かって明らかにすべきだと。お前がやれって言うんですよ。うん、ね。お前がその同じ陸軍内でそのはっきりさせないで、コレーに行けってのおかしいと、うん、ね。で、石原少将の地位にあってすらその用意を実行することができないと、いうことは軍内の統一ができてないんじゃないかと、はい、この闘争力はおかしいというふうに文句をつけるわけね、はい、でもご存知のように北支援って政治的、うん、政治が軍を引っ張ってるわけですから、はい、その構図の打開策を石原提言してるんだけども、はい、そこを逆にね、うん、歪めて、はい、石原をおかしいと、まず一悪く指摘しているということですね、うん、ということで、この風見と近衛がいかにやらしいかってことをちょっと続きね、また次回やってきますので、はい、どんどん深くなってきますのでお楽しみにしてください。わ、うん、かりました。私もね、結構いろいろ総論的なことを聞いてきたので、うん、石原幹事の今の話も聞いてるんですけど、やっぱり一回総論聞いてまたこうやって細かく聞いていくと、ね、頭に入ってきますよね、はい、ので私ももうね、この林先生の大東亜戦争の真実シリーズはカチッと頭入れたいんで、ありがとうございます、はい、ちょっと細かくても何回も繰り返しお話したいと思います。こんなに優秀な人間がどうして潰されるかっていうところをちょっと具体的に見ることが、はい、今の状況の判断に役に立つと思います。はい、はいはいはい、ということで、また次週も楽しみにしてください、はい、今日はどうもありがとうございました。